視点を変えるとこう面白おかしくなるんじゃないかなというふうに思ってて、自分が見てるものとその見てるものから見た自分っていうものが全く違うふうに見えると、それを想像するだけでなんか日常生活が楽しくなりそうじゃないですか。なんかそういう動画を作りたいなと思って、まあ、今日ちょっと今から撮影していきまして、一回その実験をして構図とか撮り方みたいなのをちょっと探っていこうかなと思います。はい。で今用意してるのがこのシリアル、シリアルってこれなんて言うんだっけ、ウサギの糞みたいな、これとあとまあコーヒーをこれに入れると、でまあ朝これを食べつつコーヒーを飲むみたいな状況の中で視点を変えていく流れにしようかなと思ってて、でそれに対してこの360度カメラをちょっと歯型ついてる、この360度カメラをこの中にこう突っ込んで撮ってみようかな。でなんかこう器によって見え方が違うと思うんで、これをちょっと試しつつ、アクションカメラをこれね外れるのよ、ここがここだけ外れるから、この中に入れてこれにつけて、でなんか両面テープでくっつけて、なんかコーヒー入れて、これ多分防水、多分防水なんで多分じゃあ今からちょっと携帯とつないで探りつつ、確認しつつやっていきます。なんかこっちにこうしたとして、これでちょっとやってみようか。こうやってこうやって食べたらなんかいい感じなんじゃない、どうかな、ちょっと確認。もっとこう顔を近づけたいね、カメラに。そうするとこうこの鼻から下がすごく伸びてるような感じになるから。って考えるとやっぱりこうもうちょっと浅い方がいいってこと。こんぐらいにして、で飛ぶ。悪くないかも。ただこのこうやって口つけると暗くなるよね、やっぱ。なんかライティングは用意した方がいいね。このライトをなんか牛乳の上から照らして、うん、あ、いいかも。これでも深い気はする。これだったらどうなの？ああ、これキモいね。一番キモい。そしたら。下に行けるようにっていうか、これ椅子邪魔だもん。撮るときはもう完全見えないから。ここやったら面白いね。キモいね。いいね。キモい。キモいね。いいね。いいな。キモくて。あ、いいですね。これだ。この皿だ。動画の構成的には普
通のお皿、ちょっとこう深いお皿で食べて、でその後のシリアル視点っていうものを作りたいんで、お皿の色は一緒である必要があるから、ちょっと待ってよ。一番いいのあった、これだわ。ファーストカットこれだとなんかインパクトないよね。あ、入れるシーンはこれでやるか。あ、わかった。このカメラをこのお皿の中に入れて、このチョコアをこの中にぶち込んでいく。ニコニコです。お、繋がった。どうも。さあ、これを、これで、こうでしょ？これでこう持っていくわけなんで、こう、ここまで行きたいけど、この机が顎に当たって、顎が机に当たるの。なんで自分主体で考えてるの全部。おかしいだろ。机のギリギリに持っていかないといけないんで、これ椅子をのかし、こう、どういい感じ、見えた、これ見たい、あ、いいですね、これです。なのでここでカメラを固定します。今こんな感じになってます。側面に沿ってテープで固定すれば、画面の方には全く影響がないという感じ。このカメラはギリギリあんまり目立たない、目立つね。なのでちょっとこの辺にいてください。じゃあ行きます。ミスった。見てこれ。このカメラも本望だろうね。やばい、気持ち悪い。あ、いいかもいいかも。いいけど。これは…もう一回撮ります。じゃあ次行きます。今度はこの中に仕込んで、飲んだらちょっと僕の顔が見え隠れするみたいな感じにしていきたいと思います。なのでちょっと一回水で試してみて、で次使うのはこっちのアクションカメラですね。あー、めんどくさい。めんどくさすぎる。OK、 ほぼ完璧な場所につけることができた。これで、うん、
おいしいなコーヒーって。おいしいな。おいしいな。こうジェームズ・ボンドみたいだね。テテレテテテ。くだらねえ。帰ろう。家なのに帰りたい。まずこれが防水であるかどうかをちょっと確認しますね。いいですね。これ結構こうぐらいあった方がいいのかな。あ、面白い面白い。いい。じゃあここにコーヒーを今から入れます。ちょっと薄めに作って見えるようにしましょう。これでどうなるかちょっと見ていきます。はい、またちょっと入れていきます。すごいな。犬のションベンみたいな色してるな。めっちゃお腹タポタポになっていってるな、私。あー、いい。ここいい。ここいい。あ、これだ。これだわ。いってまーす。ああ、もう飲みすぎた。もう全然今コーヒー飲む気分じゃないのに。お腹タポタポ。めちゃくちゃいい。これだけで一本の動画でいいんじゃないかぐらいだな、正直。まとめて一本の動画にする必要ない気がしてきたな。いや、一緒にまとめた方がいいと思うんだけど、撮影方法として面白いから、なんか一個に詰め込むより、バラバラにしても成立するぐらいはあるんじゃないかなと思ってて。ちょっと待って、これ、迷ってきた。別々にします。ちょっともったいぶるってわけじゃないけど、いや、いい。そういう軽めのシリーズがあってもいいと思う。もう僕のショート動画、最近のやつだとほぼ1分ぐらいになってパンパン、カットもね、20カットとか撮って胃もたれしちゃうでしょ。いや、いいと、もう言い聞かせて OK、 それでいこうということで、今日は撮影終了。もう撮れ高が良すぎて、もう別々にしようとね。OK。バイ。So thank you!